脱毛に行くときとかに、機種を絶対調べた方がいい。100% 絶対に。圧倒的に効果が違うなと思ったのが、ってやつです。ヒゲ脱毛だけで、5、6回とかで、平均多分、ぐらいかな。やってきまーす。意外とうまそうでしょ。ファッションショーどうだった？なんか上野の博物館で今日ファッションショーあって見てきたんだけど、ちょ、まだ俺には理解できなかったわ。独特すぎんだよね。ほぼ裸みたいなもんだし、だから服じゃないんだよな。ちょ、まだ理解できなかった俺には。いつか理解できる時は来るのでしょうか。ツイッターとかにたまにさ、バカにするやつあんじゃん、ファッションショーの。なんやねんこれ、乳首見えてんやみたいな。ちょっとアートすぎてついていけない世界観のオンパレード。なんか日本だとこの乳首を見せるっていうことはご法度とされてるけど、海外だとそれ含めてアートだから。ザ奇抜だね。なんかほんとなんかでけえ鳥の羽がポン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 っていろんなところから生えてる。服じゃないの、生えてるだけ、体から。あ、そんなんなんだっていう感じでした。ヒゲ脱毛を変えたんだよ。脱毛する人ね、今から俺の話す話をよく聞いといてほしいの。男の脱毛に限定する話ね。脱毛機器って、たくさんあって、またちょっとメモ使っていい？まあ、脱毛興味ある人いるでしょ？で、値段が高いじゃん。ミスれないと思うの。脱毛って。だから俺が、ある程度教えるわ。俺が何個も言ったの結構、脱毛。3、4個言って出た最終結論なんだけど、まずもって絶対言っちゃいけないのが、まあエステ脱毛。エステは医療じゃないので、医療機器が使えないのよ。やっぱりレーザーみたいのでヒゲを細胞からバチンバチンってやっていくんだけど、その出力が足りないからヒゲの毛根のところまで届く出力のものがエステには 100% 出ないの。エステは論外ね。もうこれは話すまでもない。で、家庭用っていうのもあるんだけど、家庭用も出力がそれこそ低いんで、本当に毛が薄い人、なんか腕に生えてる産毛が気になるなぐらいあんじゃん。それは家庭用でいいかもしんないけど。まあ俺も毛が濃い方だったから、てか大体の人がヒゲ脱毛したいって思う人はヒゲが濃い人なんだけど、なんか朝剃ったのにもう夜生えててみたいな、夜見にはなんかちょりちょりしてますみたいな感じなんだけど、まあ医療の話ね、こっからは。種類が分かれてて、まず、蓄熱式っていうのと、単発式っていうのが大まかにあります。蓄熱式っていうのが、蓄熱ね。深さがあるんだよ、とりあえず。レーザーが届く。それが、深くまでは届きづらい。なんか、打つときも、単発は、パチン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 って感じなんだけど、蓄熱は、ピッ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 みたいな。ピッ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 みたいな。出力が高くないんだよね。で、その代わりに痛くないの。俺、痛いのがめちゃめちゃ苦手だから、なんか蓄熱式とかで俺は探してたんだよね。蓄熱を、まあ長らくやって、俺蓄熱2年ぐらいやったんだよ。でも、やっぱりね、ツルツルにならない。どうしても。やっぱり毛が濃い人が悩んでて、へえ、医療脱毛ってあるんだ。やってみよう。こんぐらいになるんだろうなーのイメージに、蓄熱式のものはいかない。大体は。蓄熱の中に、ダイオードっていうのがあったりして、また細かいのあるんだけど、ダイオードレーザーの中でも、その、単発式のものに近いものがあったりするんだけど、でも蓄熱はやめた方がいい。脱毛に行くときとかに、機種を絶対調べた方がいい。100% 絶対に。機種を書いてないで、なんか、脱毛あります。何円です。しか書いてないクリニックとかは、電話とかすれば、機種何使ってるか教えてくれるから、その中でも、俺が今回、まあ、ここ最近変えてね、圧倒的に効果が違うなと思ったのが、単発式のヤグレーザーってやつです。これ最強。髭脱毛とか、脇の脱毛とか、
VIO とか、すごい濃いところの脱毛を考えてて、毛の処理とかもしなくていいレベルのチュルンチュルンを目指してるって人は、ほぼこれ一択。これ以外ないぐらいだと俺は思ってる。これのデメリットとしては、めちゃめちゃ痛い。これなんかこの家、高価レベルだと思って、ダイオードの機種の中でも、パチンパチンパチンっていうのはあるんだよ。ヤグに似せたようなやつが、ヤグの近くまで出力がいくようなやつがあるんだけど、それがよく言われる、輪ゴムをパチンってやられるんじゃない？パーンって。で、その痛みがここに、20発から30発、バン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 って打たれる感覚なんだよね。このダイオードが。それよりも痛い。で、俺はそれを聞いてたから、ヤグレーザーを、いや、絶対やりたくないなと思って、ダイオードでなるだけ出力の高い、機種を置いてる委員に電話をして、やってたんだけど、やっぱり十分に満足したところまでいけないから、ヤグレーザー1個、ここに2回ぐらいやってみたんだけど、やってる時はね、バチ痛いの、本当に。泣きながらやんのね。俺、大体のクリニックに麻酔が2種類あって、塗る麻酔、皮膚麻酔をこうやってベターって塗るわけよ。で、30分くらいこう放置すると結構感覚なくなるの。それでも痛いのね。だから、それ知ってたから、正気麻酔って言って、鼻につけるやつがあるの。そうすると、シュコー、シュコーって吸うと、酔っ払ったみたいな感覚。なんか、体の感覚がなくなるの。酔っ払った時ってさ、こうやって触ってもなんか感覚ないじゃん。それと同じような感覚。で、その2個を併用しても、もう顔の周りは涙が出るぐらい痛い。ほんと耐えらんないから、1、2発打ったら休憩しないとやってらんないぐらい痛い。いや、ちょっと待ってください。いや、お願いします。ペンペンガッお願いします。みたいな感じ。なんで、ヤグレーザーを選ぶかっていうと、効果がてきめんだから、1週間ぐらい経ってくるとね、タオルでこう、擦るじゃん。見ると、ついてんのよ、髭が。もう毛根からストーンって抜けてるから、綺麗に抜けんの。これこれっていう。脱毛に求めたのはこれですって感じ。ボロボロ抜けてって。で、結構、それを何回か回数こなしていくと、なくなっていくかな。で、とりあえず、ダイオード蓄熱は、体だったらあり。体だったら全然ありだけど、なんか、青ひげとかで悩んでる人は、絶対ヤグにして。絶対にヤグにして。どんな痛さなんだろうな。いや、だから、やけどだから、俺も今若干荒れてるんだけど、1週間はやけどでヒリヒリする。やけどだから、水ぶくれみたいなのできるし。ニキビみたいな。で、ヤグレーザーは、ヒゲやってる時に焦げた匂いするよ。もうまさに焼けてるから。スパーンスパーンって言うと、なんか煙がチュッて出て、いや、焦げた匂いがする。だからもう終わった後は真っ赤だし、次の日とかパンパンになるし、マスクの時代だからこそ今やった方がいいなとは思えるね。まあそれをやると、で、一回で良くなるもんじゃないんだよ。結構勘違いしてる人がいいんだけど。ここがだるいんだけど、一回でイメージ、10% から 15% なくなるみたいな感じ。10% から 15% かな。チュルンチュルンになるのは7、8回。で、めっちゃ濃い人は10回ぐらいいると思う。まあ、金銭の話をすると高いよ。高いけど、まあ、髭剃りを今後する時間っていうのと、やっぱ青髭あるとないじゃ、人印象バカほど変わるから。ヒゲ脱毛だけで5、6回とかで平均多分30万ぐらいかな。まあでも、その30万って金額だけ聞くと高いけど、カミソリの先っぽってさ、高いじゃんあれ。で、ヒゲ剃りのする時間って長いじゃん。こうヒゲが濃ければ濃いほどさ、入念に剃るじゃん。で、ヒゲがなんかさ、朝剃ったのに夜生えてるってなるとさ、夜お出かけした時ちょっと億劫な気持ちになるじゃん。そういうなんか気持ち的なプラスでもあるし、まあ、時間的にもういろんな邪魔なところ排除できるし、まあ、ヒゲ脱毛はおすすめかな。なんかたまに俺ここが荒れる時があるんだよ。それがなんでか分かってる人がいて、ヒゲ脱毛したんですね、みたいな。どんなとこ行ってますかとか。青ヒゲ気になるけど生涯生やしたくなるかもって考えてしまう。俺もね、それは思った。でも、
将来的になんかヒゲ生やしたいとかいう年齢になったつんじゃん、俺たち二十何歳が。でヒゲが生やしたいのが30後半だったり40だったりするかもしれないじゃん。その時にはめっちゃ綺麗なヒゲを生やす技術できてるよ。生やすっていうかなんか ヒゲエクステみたいな10年の技術で多分できてる。大丈夫、つけひげのなんかすげえクオリティの高いできてるから。毛根死滅させなくても、まあ薄くするだけでもひげ脱毛いいよ。でも絶対ヤグかな、本当に。俺の言うことを聞いとけ、俺の言うことを絶対に聞いとけ。どんなに委員の人にお勧めされても、そのとこが蓄熱だったりなんか大陽度でやりますってなったら絶対やめとけ。ヤグレーザーですって言ってくれるとこだけにしときな。